卓球の舞台、韓国、釜山で行われた世界選手権の女子団体グループリーグで、日本が南アフリカに3、0で勝利。しかし、この試合で注目されたのは勝敗のみならず、プレイヤーたちが見せた驚くべきマナーだった。第1試合のクハラミと第2試合の平野美宇が、なんと第1ゲームを1日、ゼ0で完封したのだ。しかし、これは強さに裏打ちされた話題ではなく、 むしろ相手に1点を与えないためにわざとミスをするという異例のマナーが発端であった。卓球界においては、1-0、0になると先にリードしているプレイヤーが故意にサービスまたはレシーブをミスし、相手に1点を与えるという習慣が存在していたのだ。このマナーの起源は曖昧だが、2000年代に中国リーグから広まったと言われている。当時、 卓球の試合形式が21点制から11点制に変わり、寒風が増える機会が増えたことも影響していた。卓球界の文化は強国から広まり、中国が世界一の卓球強国であるため、このマナーも国際大会で定着していた。しかし、2019年1月に中国のスポーツメディア、新郎体育でこのマナーに対する大論争が勃発。 卓球愛好者以外の多くのユーザーが、このマナーは偽善であり、相手への侮辱だ、といった意見を主張し、これによって卓球界の監修に対する疑問が噴出した。そして、その3ヶ月後の世界卓球選手権大会ブダペスト大会で、歴史的な事件が起こった。女子シングルスの準決勝と決勝で、中国の劉氏がチームメイトの丁寧、陳夢に対して、2試合連続でいちいち、 ゼロを達成。試合の途中、最終ゲームを除くゲームカウントがイーブンの状態で、観客が注目する第5ゲームでのいちいちゼロは驚きをもたらした。しかし、竜氏は試合後のインタビューで、これが相手とゲームを尊重することです。と語り、これが中国卓球協会の指示だったことも明かした。つまり、竜氏の関空劇は、 セロンに押された中国卓球協会がマナーの撲滅に乗り出した結果なのだ。この2試合連続の完封劇と、それに続く粒子のコメントは、一夜にして卓球界から、わざとミスするマナー、を消し去った。粒子のコメントはあまりにも当然のことであり、発祥元である中国選手がこのマナーを止めることで、他国の選手もこれを続ける理由がなかった。 卓球界が内心では腑に落ちないマナーだと感じていたことがこの一件で明らかになった。これにより2019年4月26日の粒子ガテーネを完封した夜に卓球界のわざとミスするマナーは事実上消滅した。しかし卓球界がセロンに押されるまで自ら変えることができなかった歴史的な転換点となったのである。卓球界はこれを機に プレイヤーたちが真剣勝負を戦う姿勢を尊重し、相手への侮辱となるようなマナーは撤廃すべきだという認識を得た。これからは、卓球の魅力を引き立てるプレイが注目され、競技の発展に向けた新たな一歩が踏み出されたことだろう。